皆さんこんにちは、プラザ投資の伊藤です。今日は8月の22日月曜日です。今日皆様にお話しするお話、それはどんな話かというと、踏み上げはまだ未了ではないかという話です。とりわけニューヨークダウの週刊足を見るとまだ5波動目が残っていると考えております。それでは順を追ってご説明させていただきたいと思います。まずニューヨークの週足を見ていただきましょう。ニューヨークの週足、この36,952ドルから、週足の2段上げがここでは出ませんでした。初めてここで出たわけですけど、最初に出たところのこの2段上げまがいのところの波動を見ますと ABC で上げて、3波動で上がっているわけですけども、引け値ベースもザラバベースも両方とも2段上げするというのが2段上げの条件ですから、これではここで1段上げで終わってますので起きておりません。そしてこの高値から ABC で下がっております。 ABC で上がって ABC で下がる、そして12345で上がるというのはこういうのをフラット型調整というんですけども、どうもニューヨークの週刊足を見ると第1波、第2波、第3波、そしてここ陰線ですからすでに4波が終わってるかもしれません。5波目が残っていると考えております。日柄的にはやっぱり今週来週2週間ぐらいニューヨークの場合はこの下げ日柄の半分の日柄から見てもあるんではないかと考えております。それでは今度は日経について見ていただきましょう。日経の週足日柄は何度も説明した通りです。30,714円からこの最初の26,954円までは27週下げです。30,795円から24,681円までは26週下げです。ほとんど同じ日柄で下げております。この24,681円からこの下げ日柄と対等戻しだと仮定すると26週戻しになるんですけど、今週はまだ25週目、まだ来週まで持つんではないかと日柄からは考えております。今度は手口見ていただきましょう。手口を見ていただくと、利上げにアメリカ人が怯えて、日経平均の方もこれで利上げをして大きく下がるのではないかという見立てから、6月の17日の週に1兆7000億現物先物合わせて売りました。先物だけを見ても9000億売ってるんですね。翌週も売ってますから1兆円売ってるわけなんですけども、その後の展開見ていただくと全部プラスです。つまり買い戻してるわけですね。一番注目している手口はこのゴールドマンサックスの手口なんですけど、2万3000枚売ってた局を1万枚まで減らしました。ところが8月の12日の週、この時に、5000枚また売り乗せしてんですね。そしておそらく先週も少し売り乗せしてるのではないかと思っております。この売り乗せの玉がまた踏まされる展開になるのではないかというのは私の見立てです。それでは日経平均の今度は日足を見ていただきましょう。なぜ強気かという一つの根拠、一つの波動は逆向き2段上げ3度で転換になります。30,795円からの日足の2段上げを勘定しますと、この斜線部分の1回、2回、3回で転換しました。今度は下げてくるんですけど、1回、2回、3回でやっぱり転換しました。そして25,520まで下げました。25,520以降のこの波動なんですけども、なんと日足の2段線がゼロなんですね。24,681円から取れば1回2回ですから、このトップから3回目起きればチェンジじゃないかという考え方もできますけど、一般的にはこの25,520からの日足2段下げ3度がないと波動が転換しないというのが見立てです。従いまして上値はまだまだ侮れないと考えております。なお次の詳しい見通しについてはまた YouTube で明らかにさせていただきたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。